その中で一番感じたことはですね、自分たちの分かっている範疇でものづくりをしてはダメだと、よりお客様の声を聞いて親身になって製品を作るということが一番大事だと感じています。この新しい手話から S シリーズは3つのコンセプトがあります。まず1つは、我々エプソンが培ってきた写真の分野で幅広いお客様にご提供して好評いただいている画質、それをきれいに早くそれを提供する、それがまず1つになります。そして3つ目、さまざまなお客様のスキル、お客様の環境、さまざまいろんな人がいます、環境があります。そんな中でも誰でも簡単に使える、そこを目指して作っています。プレシジョンコア TFP プリントヘッドでは、高速低パスモードでも満足できる品質を出せるっていうところを目標として開発してきました。プレシジョンコアと言われている弊社の技術は、半導体のMEMS加工技術に基づいた技術になります。基幹部品の、ノズルだとかアクチュエーターとかキャビティと呼ばれる流路だとかを、それは半導体プロセスで精度よく作ることによって、インクを正確に付出して正確な位置に着弾させるということができるというような技術になっています。 MSDT というマルチサイズドットテクノロジーというドットのサイズを打ち分けるというところ、そこを正確に行えるということができています。画像のパターンに応じて最適なドット系を選んで打てることができるので、無駄なインクを使わずに、かつ高画質を得られながら高速にというところで強みかなというふうに考えています。高速で高画質というところに対して、低パスで打つというところに対して、高密度の 360dpi のノズルを持っているものですから、それを可能にしているというような内容になります。生産性をアップさせたいというお客様の意見を聞いたときに、印刷が早いプリンターというのが生産性の高いプリンターだって正直思ったんですけれども、実際お客様の現場でお客様の作業を見ていると、エラーを発生してお客様の作業を止めてしまうと、もう著しくその生産性を落としてしまうんですよね。例えばヘッド擦れであるとか、メディアのジャム、そういうダウンタイム、無駄な時間っていうのがやっぱなくさなきゃいけないと思いましたので、もうどんなメディアを持ってきてもメディアの搬送性においてはもうトラブルを発生しない、そういったプリンターを作ることが生産性を上げることになると思いました。世界各国からですね、数百種類のメディアを取り寄せて、それを実機にかけながら不具合をこう確認しながら品質を作り込みました。従来よりも径を大きくしてあります。いろんなメディアが入ってきてもメディアを搬送する精度が安定するんですよね。径が大きいと画像がですね、変にこう歪んでしまったりすると、画像と画像をタイリングとか合わせた時にズレが生じてしまいますよね。その長さのばらつきを抑えるためにはメディアフィードローラーの径を太くすることが有効で、この太くすることによって厚みのばらつきの影響とかを受けにくくできるんですよね。そういった意味でこの径を太くするっていうのは有効な手段ですね。もう1枚打ったらそれがきちんとこう長さがきちんと出ていて、タイリングの作業もきちんともうそこで完了するっていうのがプリンターに望まれている機能だと思いました。プレッシャーローラーですけれども、メディアの前面きちんと抑えられるようにプレッシャーローラーをもう密に並べてます。でこれによってメディアにシワも寄りにくくなっていますし、今回工夫したのはこのプレッシャーローラーの荷重を切り替えることによって、プレッシャーローラーがこうメディアを抑えることでメディアにこう傷をつけてしまう場合もあるんですけれども、荷重を変えられることによってメディアに傷をつけることなく精度よく、かつシワも発生しないようにプレッシャーローラーをこう密に並べるっていうのがポイントです。このメディアの搬送経路、閉じたキノコのようにこうちょっと角度を見直すことによって、メディアにシワが
よりにくくなりましたし、例えばこのマキトルユニット側でですね、メディアをこう今回気を使ったのは、まずはこのフレームの強度、剛性を高めることでねじれにくくしました。まあ、仮にお客様のこのオフィスの床がですね、多少こう歪みがあってもプリンターはぐらつくことはあっても自分自身はねじれていない状態、組み上げることができました。その早い、綺麗、安心というところは、自信を持っておすすめできるプリンターになったと思っています。こういった溶剤のインクの強みというのは、塩ビのメディアの上での圧倒的な画質だというふうに考えています。その中で今回の新しいウルトラクローム GS3 インクについての、まあ、大きな開発コンセプトとして当初から挙げていたのが、どんな色でも表現できたり、例えば高級感のある光沢のある印刷物ができたりというところを特に徹底的に追求して開発を行っています。インクのポイントとしては、まあ、大きく3つ挙げられまして、1つ目が広い色域の実現というところがあります。今回特色のインクとして新たにレッドインクの方を採用させていただいてます。暖色系はもとより、従来からのライト系ですとか、オレンジインク、ホワイトインク、メグをさらに引き出すということで、イエローとマゼンタの、顔料の量を増やしています。ポイントの2つ目として、高光沢の実現というところもコンセプトに挙げているんですけれども、配合している樹脂の透明性というのを高めることによって光沢性というものを向上させています。印刷物の高級感ですとか装飾感といったものが得られる、そういったインクになっています。樹脂の量というのは、いろんな種類、数百数千という数があるんですけれども、まあ、その中から今回のインクのコンセプトに合ったものを見つけ出すために、何度も何度もそちらもトライアンドエラーで繰り返しインクの組成設計というのを行っています。インク その開発コンセプトの3つ目になるんですけれども、高い乾燥性の実現というところを念頭において開発をしています。乾燥性を上げることによって得られるメリットとしましては、ムラが少ない均一な画像が得られるというところと、印刷の高速化というところにも対応できるインクになっています。耐候性に関して言えば、社内で外にどのぐらいの期間置いておけるのかと、掲示できるのかというところを確認はしていますけれども、それだけではなくて社外での期間でも同じような試験を投入していまして、まあ、社内の試験のその正当性っていうところをきちんと確認して評価の方を進めています。さまざまな出力物を使ってお客様の仕事の幅っていうのを広げていただきたいなというふうに思います。品質を求めるお客さんがいらっしゃいますので、それぞれのお客様にとって最適な画質が高い生産性で出せるようなことを目指しました。画質というふうに考えたときに、私は大きく3つあるというふうに思ってます。一つはどういう色を出すかというのが一つ、もう一つがインクジェットプリンターなので、どうしてもドットを打って絵を形成します。そのためにじゃあドットをどういうふうに最適に配置するのかっていうのがもう一つで、最後は、シリアルプリンターの特性上、ヘッドが動く方向と紙が動く方向が垂直に交差してますので、それらを調整してどうやって均一な面を作るかっていうのが3つ目になります。次にどういう色を出すかっていう設計の思想があります。でその思想に基づいて、じゃあインクをどうやって使えばいいのかっていう、その大きくはその3つで成り立っています。特に色域の中でインクが入れ替わりながら色が変わってきます。滑らかにつながないと、そこの間に不自然な階調の破綻が、映像を見ながら最適化していきました。ドットの配置に関しては、なるべくドットが分散して人間の目にザラザラした感じが見えないようなことを意識しました。パスごとにどうしてもこういう周期的な
ムラが発生してしまうので、そのムラをうまく相殺するような送り量を調整することによってバンディングが出ない画質というのを作り込みました。一つはこのつなぎ目のところをまずかぶせることによって、ここが離れたり短くなったりすることによるバンディングを防ぐというのが一つ、もう一つはこの周期的に起こっているバンディングを少しこう重ねたりすることによって、周期の位相をずらすことによってうまくこのへこみをなくなるような周期のところを探して平らにするということをやりました。印刷のヘッドから突出したインク滴がメディアに着弾するまでの精度にちょっと着目して開発を進めました。このヘッドの周りっていうのは、まあ、このキャリッジが動きますので空気の流れが出るんですよね。微細なインク滴なので、その空気の流れに乱れがあるとうまいとこう着弾しないんですよね。その辺を対策するために、風の流れをこう整えるための部品を追加して、印刷した時のムラが解消できました。 CAE っていう、まあ、コンピューターを使ったその風の流れのシミュレーションの結果も見ながら、実際の試作品をですね、何種類も作って、その試作品を実機に取り付けてみて、で画質を確認しながら効果のありなしを見ながら作り込みました。このセーフ板をつけることで、従来6パスで満足していた画質が4パスの印刷、そんなにこう画像を重ねなくてもムラなく印刷できるようになりましたので、印刷スピードも速くすることができました。落ちと言われる印刷面にインクが落ちてしまうという点、それからもう1点がインジムラ、この2点がお客様の困りことの中で一番多かったところだと思います。一番支配的なのがメディアの付着しているゴミ毛羽、それから衣服の毛羽とかですね、空気中に舞っているホコリなどのゴミ毛羽によるドット抜けというのが主要因でした。でそこに対して常にプリントヘッドの表面をきれいな状態に保つという目的でファブリックワイパーを搭載するということを検討しました。プリントヘッドの周辺にヘッドガードといわれる突起をつけています。でその突起形状によってメディア表面のゴミ毛羽をキャッチするという機能を有してまして、そのヘッドガードを清掃する必要が発生しますけれども、プリンター自身が自動で清掃するということを可能にすることで、どのようなお客様でもいつでも安定した状態でプリントヘッド周辺がきれいな状態で印刷できるという状態を確保すること。さまざまなメディアがあります。そのさまざまなメディアを大きくですね、代表的に6タイプ分けまして、そこに対して、プリセットの値を持っています。お客様は自分が使いたいメディアの種類を選ぶことで、プリンターの方は最適な紙送りの値であったり、さまざまな値を書き込んですぐにお客様が使用できる状態まで持っていくということが可能になっております。一般的なプリンターはですね、印刷前に調整をしなきゃいけなくてですね、それが非常にお客様の負荷になっています。それは調整することが難しかったり、時間がかかったり、メディアをいっぱい使ってしまったりというところでお客様の負荷になっています。そこをいかに削減してお客様のメリットに出せるかということで、自動調整という機能を加えました。で自動調整は2分から3分で終了し、メディアの量もですね、30センチほどと、大変少なくなっておりますので、お客様のメリットというのは非常に発揮できると思っています。今回エプソンはワールドワイドのお客様に対してですね、どういったメディアが重要であるかというのを非常にヒアリングをかけてですね、それに対して最適なパラメータを提供しようという試みを実施しています。それがエプソンコントロールダッシュボードというアプリケーションになります。仕組みとしましては、ウェブサーバーに上がっている200種類の EMX と呼ばれるファイルがあります。
それをダウンロードします。一つはメカのパラメーターをプリンターへ、 ICC プロファイルをお客様のお使いの GRIP ソフトウェアへ展開する。お客様は EMX をダウンロードする、それを展開するという2アクションで全て対応することができます。印刷中にすぐ確認したい、印刷結果を見てこれがいいものか悪いものか判断したいという要望を強くいただきました。カバーを透明にして見やすくする、そしてもう一つ LED のライトをつけることで視認性を上げてですね、細かい印刷結果も確認できるまで実現しました。我々エプソンはこのプリンターのですね、性能を 100% 発揮するようなソリューションを展開しますので、お客様は今までのダウンタイムであったり損失であったりですね、そこをいかに減らせるかということが体感できると思います。このシワカラー S シリーズはどんな環境でもどんな人でも同じ水準のものが簡単に作成することができます。お客様の時間短縮、コスト削減に最大限活躍すると自信があります。